のドーナツ27七。私の上にドーナツが乗っていないこうなってんのね12 僕は縦向きで終わらないといけない上に乗っかっているものはこっち側に来ないんだねすごいシンプルだ言ってることはだけど下の茶色がここの道を閉じてしまうと向こう側にはもう行けない上に乗っかっているものを上に乗っかったままこうに持っていかないといけないよ とはゆえだなこの辺が別に直接持っていくために必要な場所ではないかな。ここの上に乗せてし、えっと、これはここに乗せてしまえば押したら持っていける。これはここに乗せれば上に押せるっちゃ押せる。かな。ゴールに僕がどの形で入るかっていうのもあるんだよな。 横向きでここに入るわけなので、まあ、ここには入れないここも入れないだからここに来るしかないのでこうこう入るってことは横向きがここ縦向きがここに入らないといけないようなということは先にこの向き これを、なんかもう、セッティングする感じの動き方はしておきたいんだね。だけど <laughs>、このゲームはどんどんだけどが出てくる。だけど、別に、これを先に陸に下ろしといて、みたいなこともできるわけだから、なんかその辺なんだよな。鍵はなんかその辺にあるんだよな。 茶色をいきなりくっつけるのもなんかきつそうだけどなというとこです。これをすると横向きがその陸の上に乗ってしまうのね。はい。これを落とすには、だけど、まあどうしようかなこの状態で、こいつの上にこれ乗ってるこれをさ、 そこのそこの上にでも乗っけますかって感じこんな器用なことできるか 状態でできるのかそんなこと なあ <laughs>、そんなことできるの今できないんじゃない 下で縦向きになんないといけないこれ。狭すぎるね。 あー今何もできないのかいやできるけどそうだよね一緒に押しちゃこれ一緒に押しちゃうんだ今どうなってんの右側のパーツってさ完全に乗っかってるから 左の子で押し出すしかないんだよねんどういうことだこのドーナツ完全に乗っかってるので上下にずらしたりしたい 上下にずらすにはもともと上に乗ってるやつがこれ今左側にしかならないからこれをこっち向きにこうやってそこにこれをスライドさせるみたいな。 ことをやるには、このパーツって、こ、この辺に乗らないともう終わりだけどな。うーん、でもそんなことをやってずり、動かしたドーだツを解消することもできないなぁ。まだわからん。まだわからん。このアプローチ違う可能性がある。これ、 これを押すとあいつが一個押されて飛び出すから、飛び出したところに足場があればいいよねなんだよな。先に落としたいのはでも、こっちではないんだよね。 俺、このチョコが、あ、無理だ。このチョコが、いや、できるのか。いや、できるんならね、できるならできる。いや、またこれか。だ、これさっきやったんだ。さっきやったのよ。えっ、ー、と、ここで横向きに転がれば、このチョコを左に押せるから、そうすると、こいつを使って、これを上に突き上げて、これがここに乗るってのはできるんだけど、それをするには、こいつの右側に俺が回らないといけないために、 ここに立つ必要があり、それってさっきやってた、一番下の段で縦向きに立つと同じなのよ。ここに縦向きの軸があって、ここ,ねってこ,こ,ってここで横たわってんだから、ここで縦になって、ここで横たわってんだから、ここに縦になってて、またここで横たわってはでといけないんだから、ここで積むんですよね。このパーツはこっちにあってもいいなぁ。うせ左に押すんだからって考える。 そうするとこの広さでここで寝っ転がっていればいいんですけど。 ちゃうここに寝っ転がるってことはまあここのラインで横縦になってないといけないのでここで立ってないといけないここで立ってないといけないっていう1個前がないからできないと思う。つまりできないことをやろうとしてる。 こうすると、まあ、こっち側に入れたから、これ押せるんだが、左に押して、上に押さないといけないんだよ、今度は。さっき上にあったのを今下に下ろしちゃったんだから、また上に戻して左にやらないといけない。 そうするとこうなってちょっと状況は変わるのな変わるのな変わるかな変わってんのかなこれこの子が今度は取れなくなってんのねこれを押してもいいけどそうすると何がうれしくなるか ちょっと私がやらないといけないのはもう一回これ押せればいいのかしらこれをおああそっか押せないんだこれあれあの これやっちゃダメでしょ。今これがここに乗っかってこれがこうやって押し切っていけるような感じにすればここにはめられそうな気がするので勝てそうかもと思ってるんですが。 このパーツ、この子をここに持ってくると、これがこの辺まで来てくれればいいってことになるそれの誘導ができれば良い一個だけ押すはできない。これはなんで落ちたこれなんで落ちんの一緒にスライドしてくれない だこれ下にあるドーナッツを2個押すという動き方になってんで上には載ってるものは同時に2個スライドすると思ったらそんなことないこれはあれか僕が下にあるこれを2個押すしこいつに対しても1個押すという条件が入ってしまったのかその結果 不思議な物理挙動が起きてこれは2個スライドするんだけどこれは1個だけスライドする結果的にこいつも1個だけしかスライドできないこいつに当たるからねつまりこいつはここで落ちるのか想定してないんだろうなこんな動き方これはやってはいけないからこの場所に置いてはいけないってことになるというかうーんダメじゃんつまり今この場所から今と同じ行動を取ったとしても上に乗ってるものが下に落下しちゃうのよ じじゃゃダメだななくないこれってこ,これって落としてもいいのよ。これ落としててもこいつが上の段から押し切れば下の子ってスライドするわけだからこれを落としてこのラインこのライン上に置いといてそれをこいつで押し切ればこういう形になるからかゴールはできるんじゃないってだからこれは下にいてもいいんじゃないのってことになっちゃうのか 前提が崩れた今左側の子が完全に乗っかってるからもうあれ取りようがないんだよね。これが軸が合ってるのがいけない。 こうすると。うん。あ、チョコレートが死んでたわ。そうか。足場がダメだから、こうなってたのか。 なんかでもいけそうな感じするんですよね。これってこっち側から落ちちゃうの別にいいのよ。ここに入れればいいんだから。で、これがそこにいるのと、こいつが落ちているっていう状態が同時になっていればさっきの方法でゴールはできると思う。問題は、えー、っと、これ結局、なのこの、 茶色の上に完全に乗っかっているやつらを解消できないと意味ないどうやったらそれができるか解消しようと思ったやつが次に乗っちゃうみたいな状況になったのはさっきなんでだ乗っ 多少そしたらその子を使ってこの子をずらすとこの子がここに完全に上半分か下半分乗ることになってしまうから意味ないよねって話だよね。それを防ぎたければ上に乗っかってる子を左にずらそうねっていうことをするにもこいつの力が必要なのよ。 こいつを左にずらすには、こいつが左に出っ張らないといけないので、ここでやってるとダメ。この子が乗る場所はここではなくて、この辺の方が良かったよね、という話になるけど、なるけど、ここはここで、チョコレートが、島の端に来るという罪状態が発生しるので、厳しい。この中はここに来た方がいいよねとかってなると、順番を入れ替えろ、みたいな話になる。やることが多い。てか、 なんすごいね正解が導けないねなただでさえ上のフロアにいる子難しいのに落とす落とすと落とせないという矛盾が発生してしまう A を落とすと B は落とせない 状況を打破する何かの、何かが必要。動き方とかっていうよりも考え方なんだよね。動き方はそれに習って動けばいいので。今、右の子は動きませんので、右の子を落とそうっていうことはできないと考えるべき。左の子をどっかに下ろさないといけない。 ここ乗っけられるけどそうすると上に向かっていけば押せないんだよこれ。 上の子を下に押すと上の子がくっついて上の子がくっついてしまう。 下の子を右に寄せることができるかもしれないですがあ今やってる作業さどこまで行ってもなんかやっぱり一人が乗っかっている一人がずれているお,お互いに繰り出し合ってるだけなんだよと、どっかで君はもう下に降りてよいそしてもう一人は君の力で降ろせるっていう 位置関係に変わるべきなのだが、まあ、下の子を乗せるぐらいしかやることがない上の子をずらしにいこうってこうなるでしょうあでもこれをやるとあこれはいいですねこれができると これがもしもできると、二人ともずれてるっていう配置になってた。これなんかもっと早くできたのかもしれない。が。ががが。えー、一個だけ押したいんだよな。一個だけ押すこの状況からここで転がれればいいんだから、一番下の段で転がり状態を作れますか。うん、難しいかもしれない。 そこで転がり状態になるってことは、こうだ。これでお互いに落としていいよっていう状況になってる。上の子がスタンドアローンで落下可能な状況なの。これは強くて。 なんか今もうこの子を下に落としちゃいたいなーって思ってる。そうじゃなくてね。これ左に押せなくなっちゃうんだよね、ここに持ってくると。この状態で左に押せはできるの上の子が邪魔せんか上の子がまた乗っかっちまうな えっと、これは大丈夫なんだっけあ、いける、これはいける。これができるってことはゴールだ。と思いましたが、本当ですかうん、これでゴールできるんだから。 あ,あいいんじゃないどうやってあの形持ってったんだろう、私。謎のままだ。なんかでもやっぱり、完全に乗っかっているよねっていう状況をいかに崩すかということを求められてたらしい。上の段に。まあ、文字通りそれを乗っけなさい。 うん、押し出すだけど手前は池ですよあどうやって ありえるのか、ありえるのか、えっと、茶色の、茶色はここにいて、この1マスに乗っかっているやつを、俺がここから2マス押せば、ここに乗れるのかっていうのを2回繰り返せればいけるっぽい感じはする。 これって最初に乗っかってる人に依存するんだ。あー、違います。違う、そうじゃない。えっ、ー、と、これは今2箇所に乗っかっているという判定だから、僕がずれても残っている足場があるから動かないよう選択してるだけだ。<laughs> 僕が頭の上にいるやつを早く何とかしてほしいんだよな、これ多分。 チョコ不意でしょこんなんなって。一旦置いとくか？俺かでもこれ拾える？ああ押す。 これだって茶色も動かせないしなーってなりませんでも半分ずれてる状態を維持できるのならあったから半分ずれてる状態どこでもいいから乗せればいいんだ 4分の1とにかく乗っているよっていう状況を作ってしまって、あとはそれをずらしずらしずらしをひたすらやればいいんかい、終わったか。あん、そうか。そうか、4分の1を1個だけ押すと2分の1になっちゃうんだな。それって、壁の上に乗っかってるのでは無理では、じゃあ。壁で突っかかるんだから2マス押すことはできないんだ、俺たちは。 そうだからここれだったらこうなるのね。ってことはこれはあのなんとかはなる。 同じこととをここいつでもやれるる言ってるこのチョコの右下にあいつがボンと乗ってればさっきと同じ要領でクリアできるがこれ押せませんねあれ積んでた <laughs> あれ積んでたなこれ えっとねこれで一旦逃げてもらっあ,ーああ積んでるわ積んでら 最初に置,く置き方を間違えちゃったなうん 式どうやったんだ最初あれどうやってこの位置関係を解消したんだっけお互いに右側に寄っちゃってる僕金ンで縦向きにずらすことはできないしーピースとピースがちチャとはま,はまる形になってるのでずらしかできない今さっきどうやった 僕がフリーダムになればいくらでも動かせるが <laughs> 僕がフリーダムになると僕の上にあるものをどかす必要がありますどうやってあそこに乗っけたの私 <laughs> いやもう何も考えずにや,やってるファーストトライがいかに貴重かってすごいよね考え始めるとできなくなるんだよえだって無理だ 無理だよああじゃあこれを壁に乗っけるをやるのかまずこれが壁に乗ったので下の子が動いてどいてもらえば俺のこれもどかせるってなことをやったら。 貸してこれをあいつに乗っける方がいいんですよねでもここ通れないと言われたここを通ると乗っかってしまうのでつ同じでしょ「摘みつまない」 これは積まない可能性があるこのチョコを上に押せれば俺がこれは積んでいない上に何かいい感じであるあれこれがもしもいけるのであればさっき単体で。 あれをあそこに乗っけることでは可能だったのでこれを2個押したら終わっちゃうんだよな1個だけこれを1個だけ押す動き方がここで作れればえっこ,こんなとこで詰まることあんのこんな これこっちにやってもいいいや、いい、いや、いい、戻せるから。戻せるから。戻せますかね いいいんじゃないそしたらうんうーんと2個押せばいいこういいよこの形を持ってければ勝ちなのじゃないですかね それでもいいのか。よくない。やっぱやるなら同時だ。同時に押し込まないといけない。まあでもさっきの悩み方に比べれば、ここはシンプルだったよね。やってること。こっちはイージードーナツでした。OK。じゃあ今回はこんなところにしましょう。よかったね。